からその意外とそのうちのねその弱点というかな、そのやっぱりうちの周りにもね恥ずかしながら違う卒人ながらか恥ずかしながら腕っぷし系の人たちがいつも周りにいたよ。だから、ね、そんなとか大事ね。だから油断しちゃうね、男に対してめっちゃガード甘いと思う、うちの男に対してな。これがちょっとうちの油断かなって気がする。まあ、常に腕っぷしが周りにおったもん、どれか一人がな。それとうちは経験ないけど、だうちがずっと女子やってみやんな。ほんだらもう入れ替わり立ち替わりやってん、男子がそうなっちゃうんだからさ、一人勝ち現象っていうのもある。ちゅうのこんなタイプのその日本先住民の美女とは言わんの、日本先住民の女性ってこんな顔やもん。だからこんな顔どうしてどうやって美人決めんの。例えば芸能界の今の主力は人同じ民族よ、美人とどうやって決める、決めようなんやろ、似たような顔してんのかな。大和民族とは違う顔やだけや。昔は大和の内モンゴルとかそんなちょっと今の日が過ぎたけど、この部分がねな、みんなさーっとなってる子は人気あったやろ。そのエヴァンゲリオンでもね、最初はその目の細いその綾波が人気あったわけでしょ。でも最近やっぱりそのアニメの世界でも目パッチリ系が人気あるやんか。そのアニメとか初音ミクとかでもそうでしょ、目パッチリ系でしょね。目が違うだけ、民族違うだけな。そこに美人のどうのこうのさ、中国の妄想なんけみたいな中国文化の影響ですぎ、視聴者さんからってね、そんなとここだわらんね、意味ないから。そんなこと大体決める意味なんか全然ない、損すんのな。ただ若い頃は惑わされもするでしょう、それは認めなあかんし、認めろな。あちゃう、認めろじゃないからな、お前は。お前たちはみんな堀江門じゃない、私の目を見なさい、あなたたちはみんな堀江門ではない。どんな洗脳解消。でもなんか堀江門に見えてきたね、これ誰がよ、うちちゃうわ。そっちの方で、そっちの方で堀江門が増殖している、これだと恐ろしいことになるぞ。さらにとして、なん、取り合いなんねこんなキャラは。キャラ立ちの問題、キャラ人気の方が激しいから。それは東京もそうかな、関西人いっぱい言ってるから、関西人キャラ立ち狙いやから。うち別にキャラ立ちしてへんで、必要に応じて適切な表現してるだけで、キャラなんか気にしてへんからな、うち。こんな人生やってんからな。こんな人生やってんから、キャラなんか気にしてどうすんねん。しゃあないよ、そんな。ちょっと大学時代の一時期だけ、キャラを作ってみようという実験はしたよ。あれ実験やからな。覚えてる通りやろうけど。実験って言ってたやろ。聞いたことあるはずやろ。聞いたことある人おるはずや、大学時代はな。ちょっと実験でって言ってたよ。吉本二郎くんの覚えてるの、ちょっと実験してみるから、こんな感じでって。絶対覚えてない。宮崎まさきも絶対覚えてないですよ。間違ったことな。庭には壊せるって言うんだけどね。でしょ、そういうことは、やっぱこんなもんか、実験しようよとか、時々言ってたら、うち。聞いてるはずや、それ。まあ、さらにとして、上国間の真似とかやっとって、ジャイアンボギー、ボギー心の友達ボギーな。面白かったから実験やったからな。ちなみに CSV のキャンプマンチェスターで誰かミュージシャン来たぞ。その時に上皇家が来るっていう噂が流れてるけど、実際は違ったっけ。それはちょっと石田隆秀君に聞かなかったな。石田隆秀、長社長、長石田中にも石田光輝の現社長、当時の上司と一緒に行って、ブルブルちゃうで、言っとくけど、向こうの方が綺麗やったからな。ジャンクこんな表現ですまん。今波紋を読んだんじゃん、波紋さんみたいな。グーフーちゃうから言ったけど、ギューフーでもグーフーでもないからな。それはあれやんか、何やったっけ、
せちゃった野田聖子がしてしょグーグーグーじゃあハモンさんな野田聖子じゃあハモンさんちゃうからなんときと綺麗だからこういうのがいいやの芸能人みたいなしょーもないやろそれはいいとしてあ言い過ぎたそれはええとしてな結局だからうちがな昔古代はうちはそのやりとってんですよなほんでアマテラスチュッ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 て言われてでエッチされとったそれノエッチやんかやかんやかんおかんそうや女王やったからやかんおかんの世界やってんからアマテラスだけは誰でもエッチできる存在やってそのくらい閉じ込めるなって言われとったのえこんな文化そこだけ秘密やったら皆さんに歌書き文化まではみんな覚えてると思うけどジャマトルスどうしてたの女王はってな女王国やったら知ってるはずやけどな皆さんそんなんやってる自由やったでめっちゃで好きにされとったけどエッチの時だけはところが全員うちの夫やろ男やろ今がなじゃあそれはそれで秩序あるやんなでうちとセックスしたやつの中で順序できていくやんでセックスしなかった人物からもその賢者タイプが伝っていくやろそれ理にかなっててんね実はうちを守るシステムとしてはなうちを守らんとしゃあない世界やしでしょなでいろいろ知ってんのテンションの記憶も若干はあるおぼろげながらある実はおぼろげながらやねん案外なアスカの人生以外はほとんどおぼろげですよでもご本人やと思いますよでもそれなんか記録として思い出すよ人生の記憶っていうのかな記録というか記憶やな日記帳みたいな思い出すそれとちょっと表現として失敗やけどな手に取るの分かんないもうこっちのこと思ってたり憎んでたりなんかうちに対して何か思ってたら思い出すの何やったかその時その後何やったかその前何してたか思い出しちゃうのだから思い出されたくなる人は極力うちのことを思わんといてなうちのこと極力考えたらあかんねんな。で、それはいいとして、その、結局その、要するに、どう言ったらいいのか、その、うちを守らんとどうしようもないって言ったやろ。で、その、じゃあ皆さんは嫁さんできないのかで、できるよ。な。どの嫁さん大事にしよう、うちの代わりっていうか。うちの形見みたいなもんでしょ言わばあなた方の彼女の嫁さんはね大事にしてくださいねその代わりねあの芸能界を廃止しますなんでかって言ったら紛らわしいでしょうちと、ね、そういう紛らわしいものを置いてはいけないサルメ雨の娘は置いてはいけない、ね、うちがお辻家でアマテラス宣言してる時はサルメや雨の娘は置いてはいけないまあ十分うちが岩のちゃんもない時雨の岩に閉じ込められてたか閉じ込まってた間十分外でサルメダンスウズメダンス皆さん知らなかったでしょでもう終わりってことな理にかなってるし神話にも歴史もかなってるわけでしょねでもうこの約束で言うね男もあのあかんで、ね、うち相手にそんなやるしかないけど男の芸能人でもそれはいらんから何でかって芸能人いいやねとかうちに対してそれをするわけやから芸能人は単なる茶坊主だしうちとセックスでけへん存在としてチンポ切られるからね続けて帰ったらねほんまやでだってその芸能人風情がうちとセックスして権力持ったらあかんから分かったでじゃあ身の振り方やけどな神社がちゃんと養ってくれるはず今の芸能人全員で女子は巫女として男子は神官としてちゃんと育ててもらえるじゃあ向いてんねんか芸能人神官巫女に日本人とか全体面倒見てくれるから余裕とくからうちも近くのお時間に戻っとくからでお世話になったその伊勢神宮の宇治一家の門真に来たかったわざわざお辻のために来てくれうちのために来てくれってうちの父がどつき回ってたからな男に育てるしかなくなったってボクボクどつかれてありなく全然どつかれてんねうちだけどつかれてんねこれじゃやば軟弱や危ない言うてうちの父もう焦って必死になってうちをボコボコにしてで伊勢神宮から止めに来やがってそれが天神社門真天神社の太郎たち先生なんか重々頼んどこからな芸能人の振り方について
神社にちゃんと頼んどくからな。